F1 の話題を毎回いろいろ取り上げていきたいと思います。今日は6つのトピックを取り上げます。ビザキャッシュアップ RB のカナダグランプリ展望。カナダグランプリの概要。コースは再舗装されている。ペレスの競争力でレッドブルは今季タイトルを取れるのか。ストロールの才能が爆発するのは時間の問題とアストンマーティンのアンバサダー。アルピーヌが訴訟を恐れてグランプリ出場停止を免れたオコン。セルジオ・ペレスとレッドブルの2年契約の勝者と敗者。ビザキャッシュアップ RB のカナダグランプリ展望。角田裕毅選手はモントリオールでの初ポイント獲得に向けて集中していくと話している。サーキットは好きだけどここでポイントを獲得したことはない。2週間前モナコで初めてポイントを獲得することができたので、まだポイントを獲得していないサーキットをもう一つ増やしたい。今のところチームはとてもうまく機能しているし、うまくまとまっているので、自分たちのことに集中し続け、土曜日の Q3、そして日曜日のポイント獲得に向けてハードにプッシュしていくだけだ。ダニエル・リカルド選手はモントリオールでの F1 初優勝から10年と振り返りながらポイント獲得に向けて意欲を示している。モントリオールは大好きな場所だし、コースも大好き。このサーキットでの F1 初優勝から今年で10年になるんだ。もちろん昨年はレースを逃したから、いい週末を過ごしてさらにポイントを獲得する準備はできている。アランパーメインレースディレクターは次のように話している。ヨーロッパでの短い2週間を終え、カナダグランプリのために北米に戻る。低速コーナーや遠赤では順応性が要求されるが、素早い進路変更ではより固くシェイプされたマシンが必要となる。ストレートが長いということは最近のレースよりもドラッグレベルが下がるということだ。2024年型マシン V カーブ01のポイント獲得記録を伸ばすことを楽しみにしている。カナダグランプリの概要。コースは再舗装されている。ピレリによるとモントリオールグランプリでのタイヤは2024年 F1 シリーズで最もソフトなコンパウンドである C3 ハード C4 ミディアム C5 ソフトの3種類を使用する。モントリオールはイモラ・モナコに続き3戦連続最もソフトな組み合わせになる。モントリオールの最終試験員に続くストレートエンドはチャンピオンの壁と呼ばれている。1999年にデーモンヒル、ミハエル・シューマッハ、ジャック・ビルヌーブの3人のワールドチャンピオンがこのコーナーでアウト側の壁に激突してレースを終えていることからそう呼ばれている。今年のモントリオールはコース全体が再舗装され縁石も交換された。書類上では摩耗が少ないためグリップが低下するという従来のコース特性は変わらないはずだが、実際のところは水曜日にピレリのエンジニアたちが最初の計測テストを行うまで待たなければならないそうだ。1年の大半の間サーキットは徒歩や自転車でしか使用されないため、一般的にマシンが路面をラバーインするにつれてラップタイムは大幅に短縮される。ここモントリオールでは予選でタイムを出すには縁石をうまく利用しながらバリアやウォールに接近する必要がある。わずかなミスも厳しく罰せられる。特に今年はターン4とターン5の試験員でその傾向が顕著で、急舗装路のランオフエリアが芝生に変わっている。セーフティーカーが頻繁にやってくることを考慮すれば最初のスティントを長めに取った方がいい。タイヤ交換のロスタイムを最小限に抑えることができるからだ。昨年のレースでは3種類のドライコンパウンドが使用され、表彰台に上った3人を含む何人かのドライバーは2ストップで走った。他のドライバーは1回だけピットインしてオープニングスティントを可能な限り長くしようとした。ペレスの競争力でレッドブルは今季タイトルを取れるのか。先日レッドブルと2年契約延長したセルジオ・ペレスがトップ争いにおいてレッドブルを不利な立場に置いているとデーモン・ヒルは考えているようだ。ヒルはペレスのレッドブルとの新契約を驚きを持って受け止めている。他のトップチームは2人のドライバーがトップ争いを可能にする速さを持っているが、レッドブルはマックス・フェルスタッペンだけでペレスによって不利な立場になっている。1996年の F1 ワールドチャンピオンであるヒルはペレスの2年契約発表前に F1 ネーションのポッドキャストでペレスのパフォーマンスに疑問を呈している。勝負はこれからだ。私の見解では現在2つのチームが良いペースを見せており、
特定のサーキットではレッドブルとの差を縮めている。でもフェラーリとマクラーレンにはアタックできるドライバーが2人いることを忘れないでほしい。レッドブルは今季のコンストラクターズ獲得は厳しい状況になってきているし、フェルスタッペンのドライバーズタイトル獲得も危ういかもしれない。ストロールの才能が爆発するのは時間の問題と、アストンマーティンのアンバサダーランス・ストロールは信じられないほど才能があり速いドライバーだ、そう確信しているのはアストンマーティンのアンバサダーであるペドロ・デラロサだ。デラロサはストロールの才能が爆発するのは時間の問題だとも主張している。ストロールが最後に F1 の表彰台に立ったのは4年前だ。チームが苦戦している2024年、フェルナンド・アロンソはすでにストロールの3倍、33対11のポイントを獲得している。レーシングニュース365のインタビューでデラロサはストロールを次のように評価している。彼のポテンシャルの高さは本当にすごい。フェルナンドと比較すればランスの方が速いコーナーもある。彼はフェルナンドから多くを学んでいる。ストロールの才能が爆発するのは時間の問題だ。彼が全てをまとめてドロップした瞬間、彼は傑出した存在になるだろう。デラロサはストロールの才能が爆発するだろうとする理由を次のように話している。みんなが気づいていないのは彼がどれだけハードワークしているか、どれだけ献身的にシミュレーターに入り、どうすれば改善できるかデータを調べているかということだ。そうやって彼のポテンシャルの高さを知ったんだ。アルピーヌが訴訟を恐れてグランプリ出場停止を免れたオコン。アルピーヌのチーム代表であるブルーノ・ファミンはモナコグランプリ後にエステバン・オコンを出場停止処分にしたかったそうだ。レキップ氏は法的措置の恐れからチームは別の決断を下したと伝えている。オコンをカナダグランプリに出場させず、リザーブドライバーのジャック・ドゥーハンをグランプリデビューさせるつもりだったようだ。このような決定にはアルピーヌの法務部門の承認が必要で、2年前のオスカー・ピアストリの契約をめぐる一連の騒動を忘れていなかったため躊躇したらしい。カナダグランプリのフリー走行1回目はジャック・ドゥーハンがドライブ予定だ。セルジオ・ペレスとレッドブルの2年契約による勝者と敗者、セルジオ・ペレスがレッドブルとの契約を2年延長した影響による勝者と敗者をプラネット F1 が伝えている。勝者はセルジオ・ペレス、マックス・フェルスタッペン、クリスチャン・ホーナーで、敗者はカルロス・サインツ、ダニエル・リカルド、角田裕毅としている。セルジオ・ペレスには今回の契約でレッドブルはペレスがマックス・フェルスタッペンの有能な副官となることを信頼していると大きな信任を与えたとしている。ペレスにとってはチームでの居場所についての安心感は2024年のシーズンを軌道に乗せるためにペレスが必要とする自信の後押しになるかもしれないとしている。マックス・フェルスタッペンはペレスとの関係はとても良好だという。ペレスの1年目にはフェルスタッペンのタイトル獲得に全力を尽くして協力した。フェルスタッペンがチームメイトに求めていたものを手に入れた。その関係がレッドブルの意思決定者にとって考慮事項であったことは間違いないそうだ。クリスチャン・ホーナーはヘルムート・マルコとの主導権争いは終わっていないそうだ。ホーナーのおかげでリカルドが RB にとどまる一方、マルコはリアム・ローソンの昇格を希望しているが、ペレスについても2人の意見は食い違ったそうだ。マルコがレッドブル内部の内紛で権力と影響力を失ったという報道があるが、ペレスの契約延長はホーナーにとって新たな勝利ということらしい。ダニエル・リカルドはレッドブルで引退するのが夢だと語っていたが、今は空想に等しい話である。ペレスが1年だけでなく2年間も残留することが確定したことで、リカルドの復帰は事実上絶たれた。カルロス・サインツは F1 の椅子取りゲームにおいて早くも残席が少ないことに気づいている。サインツはメルセデスへの移籍か、来季はトップチームにいられないことを受け入れるかのどちらかに直面している。角田裕毅は今シーズンを力強くスタートし RB のトップドライバーに浮上した。角田がレッドブルのセカンドチームに在籍したのは71戦で、一度もステップアップを果たしていないドライバーの中ではトップだ。チームには角田を評価する十分な機会があり、最終的に昇格する準備ができていないと判断したとしている。しかし角田選手についてはホーナーとマルコの主導権争いに巻き込まれた点と、レッドブルとホンダとの関係がレッドブル内部においてプラスに働いていない点が純粋にドライバーの成績での評価に至らなかったように見える。ご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思っていただけたら
チャンネル登録と高評価をお願いします。